に合わせます。おにぎり、まあ、両方無理だから。ああ。お子さんに投票で合わせたいと思います。前回だけ。あわ僕ね。あれ？これ七子さんはどうなのかな。きちゅー。はいはい。はい、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。これ、全然僕人外じゃないんですけど、ちょっと聞いてみたいのが、うん、これ、ベントって開いたの見えます？見えないはず。うん、ああ、よかった。じゃあ全然、だから、前は、安心してもらって全然。OK。入っちゃおう。行くぜー。絶対メインの方行ってる。停電になる直前にシャワーの上から下に下っていってます。シャワーの上から下に下っていってる。それで藤宮ってなんかこのターンメインからシャワーに1回入って赤目の方行ってまた帰ってきて停電になる直前にシャワーの上から下に行ってるって感じで、初手ミヤちゃんとメイン脇なんだけども、ミヤちゃん暗室やって、あの女性の部屋入ってまでいるから多分もうタスクはないっすね、メインにはね。あ、藤宮はすれ違った気がするけどな。あ、多分鬼木もすれ違ってますよ。シャワーで3人一緒になった時があります。あるだけ藤が。ああ。うん、シャワーアーカイブら辺じゃすれ違った。まあメインに行ったって言われちゃったら僕が最終メインなんで、まあ、藤宮でも見てないですね。停電爆速で直したってどうなった？ガミが、昇降機右で待機して直して、うん、直した瞬間武雄さんとタスさんも昇降機右にいるのを見てます、うん、はい、うん、ガミとタスは武雄まで難しそうじゃないですか、うん、俺停電になる前からリアクター右に寄ってダウンロードして、うん、停電開けたら下から上がってくるガミさん武雄さん見えたって感じ。あ、では昇降機右に鬼木やるんだったらもう鬼木に僕が白打ってます。合わせて3人無理だ。鬼木は消防機弁当しか使えないから、はい、最後展望で浮いてます。僕は宿舎のダウンロードで浮いてます。最後エンジンの細長通路入るところです。セキュリティのラジオタスク。プテさんってメインのどこにいます？今除染。あー、除染か。除染してます。除染、うん、そう。あー、じゃあ見えないか。まあ、停電一瞬で治ったから藤宮が通過してたら。藤宮はちなみに絶対エンジン側まで通過してないと保証できますね。閉まってましたとは。いや、俺が一回メインに入ってゴミ抜きをやって後にミーティング行こうと思って戻ってるから、うん、まあ、その間ぐらいしか通過できないから。そう、それは僕と並走してるんで間違いないです。そこまでは、プテと並走してます、はい、だから藤宮が絶対そこまでは来てないと思う。あ、そうね。その後プテ足が右に抜けてて藤宮見てないんだったら、うん、てないね、絶対。アルマさんがそれ見たのってどれぐらい前ですか？藤宮さん見たのって停電になる直前です。あ、だったら秒数は覚えてる。停電になる直前だったらエレキまで下れる時間はあったかもね。うん、降りてそう。あ、まああるとは思う。そうね。うん、プテタカが見てないんだったらエレキが自然かなってなると七子さんが、まあそりゃそうだよね。どんぐらい前なんだろう。太田さん殺したいな、これ無理かな。いいね。
バイタル情報でゲンさんは3秒前には死んでました。ネロちゃんは3秒以内です。ネロちゃんの死人があって、うん、十数秒前ぐらいにエレキから、メインに上がってます。でゲンさんは停電になる直前に貨物のダウンロードをしていました。で僕がそれを置いていって停電を僕が直します。でバイタル行って、バイタルのダウンロードをしていてサントさんが取っていくのは見えました。うん、アルマさんはゲンさん側は分かんないけどもネロちゃん側は無理です。ネロちゃん側は無理。停電中にアーカイブシャワーカーのドアで一旦高田さんですか。これです。あ、はいはいはい。でアーカイブです。俺は最後まで。5秒前ぐらいにあのエレクトリカルのはしごを登っていくプテのケツが見えたから、うん、そうじそこにいたよねプテね。合ってます、うん、どこ、エレクトリカルのはしごを登ったのプテのケツを見た、うん、おっていうのも俺は別にこのターンキッチンで沸いて配線やってもう一回ラジオタスクの終わり続き終わらせてエレキに行ったらその登っていくプテが見えてっていう状況なので、まあ、もうちょっと当たったと思うけど、まあ、まあ分かんないその辺はもう。高田さん7秒最終位置どこっすか。アーカイブの左上です。本タスク左上閉まってます。なるほど。このターンで長野さんに白いてる人っています。はい、多分今の情報ぐらいしか白になる要素がないんじゃないかなっていうのが。白になる要素っていうかそれ七子さんがプテさんに白を出そうとしてる情報に見えちゃうけど。いや白、いや白にならないんじゃない、一応僕がそのメインにネロちゃんがメインに上がったって言ったのがその12秒前で、僕が最後、シャワーだと覚え毛のところまで行けてるんですよ。なんでそこにはまあ死体がないっていう情報しかなくて、七子さんは僕視点では見えてなかったけど一応合ってる、まあ8秒前ぐらいに登ったかなっていう感じです。え、ごめんね、トータスはどこなん。ちなみにトータスシャワーにいたアーカイブ右です最後。えそうなん、そうなんです。入って右のドア閉まってんなと思ったから通った人どこに行ったのって思って。俺はずっとアーカイブにいた。あ、でも信憑性はありますよ。鬼木に合わせます。鬼木両方無理だから。あ、七子さんに投票で合わせたいと思います。前回のキムが七子さんが石油って言ってんだったら、藤宮がエレキ言ってんだったら、まあ、そっち側かなと思います。そうですね。さっきのキルはアルナナプテの択だとは思います。今の事実だったら、俺は右のキル関われないんだよ。キッチンで湧いてそっちに向かってるから。さっきのキルはもう要素が多すぎるんで。ちなみに俺はもう分かんないです。対抗、あ、対抗分かんない。対抗出しようがなくない。だってエレクトリカルに降りてたとしたら、まあ、プテかな、強いて言うんだったら。アルマさん、あ、さっきのキルだってこのキルもプテは関わるし、あ、さっきのキルはあるなプテの択だと思います。シャワー僕で、あれこれ七子さんマットなのかな。トータスさんだと思う。プテさんが来てる。あ、いや、プテさん来てるの僕見てるから大丈夫。あ、僕マットです。スキップ入れまーす。スキップ入れまーす。じゃあプテハスさんに入れます。はい、えい。いや、七子クルーだ。鬼木シェリフうまいね。あ、いや、ナイスだな、ね、これは七子クルーだったのか。鬼木シェリフ、マジでナイス。今のアルマ見えてたか。乗った瞬間全然見えるんだっけ。いないが。ああ、無理。
いいね、いいナイス、ファイトうまいわ、いいね、ファイト、いやーそれはナイスだったね、戦えないな、CEO は無理やな。いやどっちにしろ僕多分鬼金指定してって言おうとしてたから、ね、関われない、伝えられてなかったからキル取ってくれるか不安だったけど、うわ、いやいや恐ろしい、ほら